てくれてありがとうございます。3月中旬にエキスポ90ミノー記念の森に3回行きました。この森にある花の谷の木造の池にいろいろな野鳥がですね、水を飲みに来るんですね。その観察をしました。その記録をご紹介します。まず行く途中ですね、ニホンザルの群れに会いましたね。これ観光客が多いあの滝のところじゃなくてですね、もうほとんど、記念の森に近いところなんですね。まあ2つのことを指示しましたね。生き物が好きなんで止めたら後ろの車に追突される可能性があります。広い場所ので、あの止めたということと、絶対に窓を開けたりあるいは餌を投げたりしないということですね。やはりあのね、あの人間に依存するような猿にしてしまうと、まあそれは気の毒なんでね。まあいろんな考えがありますよ。ただ本当にね、あの干ばつとかすごい例年よりもひどく、例外でですね、食べ物が全くなかったら助けることもあり得るのかもしれませんよ。だからあの機械的にね、もう自然に生きていけなかったら死んだらいいんだという意味で言うんじゃなくてですね、人間に依存しなければいけないのはあまりにもかわいそうですからね。そこで窓は閉めていますが、そっと観察させていただきました。本当に素晴らしい。そういう出会ってそこからスタートですね。でエキスポ美濃記念の森にやってきました。この木道あるんですね、花の谷の木道というんです。この奥にですね、そこに池があるんですね。で一応来たんでですね、一応です、それも主の目的では、主要な目的ではなくてですね、展望台へ行きました。木の展望台、こう登りましてね、これ花の谷から登りました。まだ3月中旬ですのでね、もう日一日一日ですね、春が近づいてますがね、だから一日一日鳥の数も変わると思うんですけどね。教えてください、これ何の鳴き声ですか。どうですか、これ何の鳴き声ですか。あ、知ってる方教えてほしいですね。コメントでよろしくお願いします。ね、私あのミソサイとかあるいはカエルとかですね、まだカエルは寒いかいないと思いますが、この鳴き声ですね、ミノはあんまり来たことない、ミソサイも見たことないんですよね。45年野鳥観察の素人ですね。で鳥のお風呂でハシブトガラスを見ました。バードバスという場所ですね。小鳥が見えるかなと思ったらこういうカラスが出てきたんでね、これもちょっとカラスではおそらく小さな鳥は逃げてしまってこないだろうな。カラスがもう順番で来ましたんでね、カラスがこのバードバスというんですかね、鳥風呂、鳥のお風呂場、いろんな書き方しておりましたね。ここで鳥を見に来たんですけどね、まあ、それでこれはもうやめることにして、このね池、木道の池に行きました。この若い、今映ってる方が若いですね、まあ王さんということにしておきましょうか。王さんがですね、もうここを中心にですね、まだ初心者、私と一緒で初心者、本当に 年数的に初心者みたいですけどね、若いし。この方はですね、ここで聞くいただきも、それからミソサザイも嘘も見てるんですね。期待膨らみますね。もう牛ガエルがいましたね、もう出てるんですね、カエルがね。だから、先ほどの鳴き声、カエルの仲間かもしれませんね。ですので
もう春に近づいてますよね。なのでその冬のもうすれ違って、また私は見れないかもしれませんけど、見たいな、菊頂と味噌さらいどちらか見たいなと思ってきました。青地がいますね。青地のはね、宝珠の仲間ですね。スズメよりちょっと大きいぐらいで、本州の中部地方の産地や北海道で繁殖します。だから春からこの辺りはあまり見かけなくなりますね。綺麗な鳥ですね。オスとメス、オスの方はですね、目の周りが黒く感じますね。これね、池の近くによくやってきましたね。この手前に池があるんですね。ここからいろんな鳥がね、これはですね、ちょっと離れた場所の方がへっちゃでくる感じがしますね。ウイズですね。ホウホケキョウもう鳴いてましたね。オオルジとコマドリとこのウグイスをさえずりが美しいということで、三大目鳴く鳥、三大名鳥と呼ばれています。ウグイスが来てましたね。もう尻尾がスラッと長いんでね、ウイスらしいですよね。これね、かなり遠くから映してるんですね。だからの先これですね、ウイスと顔は似てるんですけど、尻尾がとても短い、これヤブサメじゃないかと思うんですが、どうですか皆さん。これも先ほどの鳴き声と一緒で、コメントでその通りだよ、やぶさめだよと、よく今まで見てこられた方、コメントをお願いしたいと思います。これもね、遠くからね、水浴びが見えましたね。遠くから見た方が鳥の側から警戒されてなくて、長い間水浴びしたり飲んだりしてる姿が見られるような気がしましたね。エナガも来ましたね。エナガがね、水浴びに来ました。まあ、近くの池と遠くの池という言い方でちょっと分けて言いたいと思います。近くの池はその前に座るわけです、私もね。で、遠くの池はその近くの池で座って遠くの池を見た時見えるんですね。で、エナガがですね、なんか白い綿みたいなのを集めてましたね。この辺りで巣作りを始めるということですね、これね。どこに巣があるかちょっと分かりませんけれども、これは食べ物ではなくて巣の材料を集めてるんです。ツバメがですね、泥のところに泊まることありますよね。それも巣の材料集めですね。柏坂がいましたね。これもね、もうすぐいなくなると思いますね。繁殖のために北の方へ帰りますのでね、これ春にいなくない、まだいるということは冬鳥がまだ残ってるわけですね。四十からたくさんいましたね。ネクタイが長い、黒いネクタイが長いですね。これは近くの池ですね。
座ってるところの前の池ですね。だから両方見える場所に私座ることができたんでね、両方の鳥を見れるんで人の2倍見てるわけです。それは偶然ですけどね、キョロキョロしてましたね。これ白原、遠くの池ですね。座ってるとこから遠くの池、白原に来ました。これ近くの池に来た白原ですね。これもね、日本から出るわけじゃないけど日本の中で繁殖してるんですけども、中国山地でも繁殖してるんですけども、これはね、取ってはダメなんですね。禁猟の野鳥で罰金を取られる。ホオジロウもいましたね。これは近くの池のとこにいましたね。ホオジロウはね、オスとメスがね、仲良くいたと思いますね。これ近くの池、遠くです、これ近くの池ですね。ホオジロウですね。でメスの方は茶色っぽいですよね、顔は。でオスの方は黒白はっきりしてる。だからね、水の庭で待って、ここの素晴らしいの水の庭待ってた鳥がやってくるんですね。近くの池です。山柄が水を飲みに来ました。これね、やっぱり近くの池と遠くの池両方見るのがいいと思いますよ。種類も増えますよね、見る種類も。両方とも同じものが来るとは限らないんでね。山柄がいました。ルリビタキがいましたね。これメスですね。あるいは若鳥のオスかもしれませんね。尾っぽがちょっと青っぽいんですね。日本で繁殖してるんですけどね、まあ、やっぱりこれ北国の方で繁殖しますね。北海道、東北、高いところで繁殖しますが、冬に中部地方とか関東地方より、西のね、山地に降りてくるわけです。だからこれも今だけですね。4月になると見かけなくなりますね、この近畿地方で。ルビタキのメスが近くの池で水浴びをしました。まあ、いろんな鳥がやってくるんでね、近くの池での前で座ってるんですよ私。近くの池でもいっぱい鳥が来ます。そしてルビータキのオスも来ましたね。これ近くの池の見える柱の上に乗っかってくれましたね、ルビータキのオス。まあ光の加減かな、青がね鮮やかでなかったんですけどね。これが近くの池、やはり光の加減かな。ここへ止まった時青が鮮やかに見えましたね。でこれね、鳥の性格なのか、この時それほど水浴びする気がなかったのか、メスほど大胆に池に入って水浴びはしなかったですね。これ私らが見てることが気にして来れなかったのか、それとも水浴びをする気がなかったのか分かりません。まあいろんなことを考えると面白いですよね。ヒヨドリもいましたね。ヒヨドリどこでもいますが、それは日本だけの話ですね。世界で見たら日本と朝鮮半島、中国の一部しかいないんですね。極東のみというスーパーレア
超珍しい野鳥なんですけどね、これ近くの池です。これ遠くの池ですね。ヒガラがいましたね。これも日本のね、北海道から屋久島まで産地で繁殖するんですがね、一番小さな小柄と一緒ですね。小さい殻の仲間ですが、ヒガラがね、見れるのがとても嬉しいなと思いましたね。これ近くの池にも来ましたね。ね、ネクタイがないんですね。お腹のところネクタイ切れちゃってる、首のところまで黒くなってます。その四十柄みたいにネクタイがないんです。でね、水浴びをするとね、全ての小鳥一緒なんですけどね、まあ、で習字でですね、水がつきすぎてなんか白黒が混ざってぐちゃぐちゃになってるような感じになりますね、水浴びをした時。これ近くの池ですね。カケス飽きましたね。実はカケスね、たった一人の時もあるんですよね。私がもうお葬までいて、皆さん帰った後とか3回行きましたけどね、朝早7時ぐらいに来たことがあるんですよ。3回といってもね、いろんなパターンやったんですね。するとね、これ近くに行くんですよ。これ後ろの方から撮影したんです。前に座らないで、するとね、止まるんですね、近くの池にカケスが。これ前に座ってないんですよ。私そのもう一つ池があって、その向こうからこう撮影したんですけどね、近くの池にね止まるんですよカケス。私が遠くのと、賢いですね。要するに人間をずっと警戒して見ててですね、この安全な距離感を彼らなりに持ってるんですね。で、人間が遠くやなと思うと水を飲みに来るんですよ。これ近くの池ですよ。だから前に座らずですね、遠くから映してですね、超望遠で。で、パッと、これは結構ね、大胆なやつでね、いろんな方と一緒に見とったんですけどね、どんぐりを撮りましたね。どんぐりが好きみたいですね。どんぐりを持っていきました。カケスもね、この近くの池でね、ガンガン見れましたね。そしてですね、黒字を見たんですね。これ遠くの池ですよ。近くの池に座ってややこしいですが、遠くの池を左側にチラチラ見たら、あれ、なんやなんやと、黒字なんですよ。黒字を見たんですね。びっくりしました。黒字がいましたよ。ね、青字とよく似てます。これ黒字じゃなかったら青字とそっくりの体型ですね。これもね、もう日本極東中心の狭い地域でしか生息してない珍しい鳥ですね。ヒヨドリと一緒で、やっぱり黒っぽいのはね、暗いところが好きなんですね。青とか黒の鳥は基本的にそうですね。ルリビタキはちょっと暗いところ、ジョウビタキは明るいところね。クロジは暗いところ、ミソサザイも暗いところ、カヤクグリも暗いところ、ヤマガラも来ましたね。これ遠くの池ですけどね、遠くの池はね、こういう斜面が見えるんですよ。近くの池で座っていたら黒字ですよ。で、他の人が黒字を見たと言ったらびっくりしましたね。私を見たかったっておっしゃってましたね。近くの池から人の2倍見てるわけですよ。近くの池と遠くの池とね、座ってね。この嘘もですね、実は見てない。この嘘はですね、私の縄張りというかホームグラウンドの、六甲山で見た嘘なんです。すいませんね。ミノにも嘘はいるんです。で、さっきの王さんですね、嘘のメスを見たということで、こんな感じで見れたのかな、羨ましいなと。このミノでも見たかったんですけどね、これは今年六甲山で見た嘘ですね。
六甲山は嘘はですね、私ポイントしてるのも必ず見ますね。菊頂き、これも王様見たというんですね。実は見てないんですね。ミソサイと同じでね、小さな鳥です。で頭の上が、ね、黄色くなってますね。菊の花びらのようなんで、菊を頂きに、置いている、頭の頂きに置いている、だから菊頂きというふうに、ね、ここに泊まってたそうですね、菊頂きが。見たかったな、やっぱりちょっと遅かったな。ミソサダイを見ることはできなかったんですが、なしで動画を配信しようと思ったんですが、ミソサダイを載せなければやはり豊かな三重の森に失礼。3月21日小雨の中また来ました。クリープを入れないコーヒーなんてですからね、画料転生を書くわけです。ミソサダイを見なければということでですね、3月21日来たんですね。そしたらですね、嬉しいことがあったら、これは絶対見れるぞと思いましたね。王さん、小野寺さんのことなんですがね、まあ、小野寺さんと言ってもいいということで今日は言いますね。小野寺さんにまず会いましたね、火曜日の男小野寺さんに。そしてですね、彼がですね、水浴びに来ましたミソサダイがと言ってくれたんですね。そしてですね、淳さんが出会いました。淳さんと出会いました。ブロガーですね、カワセミの表紙のブロガーの素晴らしいブログを書いておられる方、ミソサダイを発見したよと教えてくれたんです。で慌てて私カメラを持って、ね、彼のいるところへ行きましたね。そしたらですね、枝の中にいましたね。谷間の藪の暗い中で潜んでいるささやかな小さな鳥ということで、ね、溝のささやかな小さいミソサダイと言われてるんですね。ヨーロッパではですね、鳥の王様とも呼ばれてるんですね。日本で一番小さい部類の鳥なのでのに王様なんですね。面白いですね。ちょっと藪の中でちょっと尻尾を上下に動かしてるのが見えますね。もうでもこの藪の中でですね、もう本当に枝の間だけど嬉しかった。この映像、まあ、人が見たら何やと言われるかもしれません。私にとってはね、生まれて初めて45年野鳥観察した超ド素人ですからね、生まれて初めてミソサダイを見たんです。だからね、こういう枝の中でも嬉しい、素晴らしい、私にとっては動画なんです。もう相対的にですね、人と比べていいとこあるような関係ないです。私にとっては素晴らしい動画、枝で目が隠れていようがなかろうが、もう初めて見たわけです。ミソサダイの方もですね、この安心の場所なんでしょうね。私がこの見ていてもね、安心してゆったりとね、実は5分以上ねこうゆったりしていたんですね。それを私短縮して、ま、あの動画をお見せしてるんですがね、安心して中でね毛づくろいしてましたね。まあミソサダイらしい特徴がやっぱり藪に阻まれてですね、全体の形見にくいですけどね、もうほんとゆったりしていました。そしてね、ちょっと出てきたんです。ちょっと距離が違うんでね、そのままパッと映してますんでね、ピントは甘いんですけどね、特徴がちゃんと分かったんですね。尾を上に上げてですね歩いていってるんです。そしてですね、網の向こうのヒノキ林ですか、その中に行ったんですね。人間が入れないところでちょこちょこ動いてくれました。可愛らしいね、尾っぽを上げてね動いてくれてるんですよ。わかります、これ。この時ね、ミノをクマさんがですね、これ YouTube 動画をアップされてる、もう本当に美しい動画をアップされてる方ですが、会えたんですね。私の動画にコメントしていただいて会いたい、この方です、ミノクマさん。この出会いがね幸運なのかもしれません。念願叶いました、ミソサダイを見ることができました。
成虫で越冬するルリタテハもいましたしね、素晴らしい場所です。箕面のエクスポ90記念の森ですね。見てくれてありがとうございます。これからもよろしくお願いします。